こんにちは、エヴァス・サゲシです。今回は、なりたい自分になれない理由とは、というテーマでお話ししていきたいと思います。多くの人は、人より上に立って優越感を感じたいとか、人より上に立って自分が認められたい、などといった衝動に動かされています。そして、この人より上に立ちたいという気持ちは、私たちが目標達成することを阻んでいることがよくあります。 例えば、お金が欲しいのに稼ぐことができない人がいるとします。その人はお金持ちになることで優越感を感じたり、周りから認められたいと考えています。そもそもお金のあるなしで人の優越が決まるわけではありませんがあくまでもこの人がそう思っているという設定で聞いてみてください。そしてこの人はお金持ちになることで人より上に立ちたいと思っているのにお金を稼ぐことができません。 だから自分に自信を持つことができません。でも自分は他の人より優れていると思いたい。じゃあこの人はどうすることができるでしょうか。それはお金持ちやお金を稼いでいる人を批判することです。あいつは悪いことをしてお金を稼いでいるとか、あいつはお金のことしか頭にない冷たいやつだ、などと考え始めるのです。つまり、 どれぐらいお金を持っているかでは勝てないので道徳的に勝とうとするということですあいつは俺よりお金を持っているけど自分の方が道徳的に正しいことをしていると考えることで自分に優越感を感じることができるのです確かに世の中には汚いやり方でお金を稼いでいる人もいると思いますしかしそうじゃない人だって大勢いるはずですなのにその事実には目を向けないで金持ちは汚い というところにフォーカスして自分の方が正しいと感じていたいのです。またもっと自分をうまく表現したいと思っている人がいるとします。しかし自分に自信がなかったり他人からの批判が怖くてそれができません。そこに自信満々に自分のことを表現している人が現れたとします。その人が勇気を持って自分を表現しているのを見て心の中で 自分は負けていると感じてしまいます。しかし、その人より上に立ちたいという気持ちがあります。そんな時は、やっぱりその人のことを批判して、自分に優越感を感じるようにしてしまいます。この人は、ちょっと喋りすぎだよ。私は自分が話すのを我慢して、他の人を優先しているのに、などと考えます。言いたいことを言わずに我慢できる自分の方が、人間的にも道徳的にも、 優れていると思うのです。また、あんな下手くそでよく人に見せられるなぁとか、自分がやった方がうまいんじゃないかなどと心の中で自分が勝っているように感じることもできます。しかし、実際には自分は何も表現をしていないし、そんなことは怖くてできません。自分は何もやらないことで自分だけの安心な世界を維持しているのです。そうやって、 自分のことを守っています何もしなければ他人から批評されることもないので絶対に負けることはないからですよく有名な人の作品に難癖をつけるのが大好きな人も同じような心理だと思います誰かの作品を批判することによってその人より上に立ったような気分を味わえますそして有名な人を攻撃すればするほど 自分の方がその人よりすごいんだという強い優越感に浸ることができます。有名な人を利用して自分の存在を誇示しているということです。上の人に立ちたいとか、人に認められたいといった自分の中の満たされない欲求を他人を自分のレベルまで引きずり下ろすことで満たそうとしているのです。道徳的に自分の方が上である。 ということで、人より優位に立ちたいと思っても、あまりうまくいくことがありません。それは、その人が本当に道徳的ではなく、自分の方がすごいと感じたいために、道徳性を利用しているからです。本当は、俺はお金持ちですごいだろうとやりたかったのに、それができないから、俺はお金を稼ぐことより、人に優しい人間であることを選んでいると言ってるだけだからです。手段がお金か道徳性かの違いで、 本質は変わらないのです。自分をすごいと周りから認めてほしいという気持ちは同じだということです。本当はお金が欲しかったり、自分をもっと表現したいと思っているのに、それができない。でも、人の上に達したいと考えると、その手段として道徳性を使う人が多くいます。しかし、その人は本当に道徳的な人ではありません。また、そういう人は自分の自己評価を保つために、 道徳性をを利用ししているるので、それを他人にに押し付ける傾向にあります。なぜなら自分に自信がないので常に自分の考えが正しいと周りにアピールしていないと不安だからですそして自分の考えに従わない人をあいつは間違っていると批判をして無理やりにでも自分の自己評価を保とうとするのですしかしそのような思いは自分が 心から欲しいものを手に入れることの妨げになります。なぜなら、そういう人は自ら自分がお金持ちになることや自分を表現することを抑えているからです。お金持ちを批判することや自分を表現している人を批判することは、自分は絶対そうならないと自分に宣言しているのと同じことなのです。そして、もし自分がそうなったら、自分を批判されるのではという恐怖を抱いています。 だからお金持ちを批判する人はお金持ちにはなれないし表現している人を批判する人は表現する人にはなれないのです自分のやったことは自分に返ってくるという典型例ですだから常に誰かの批判をしている人はとても苦しい人生になっていくと思いますなぜなら批判をすればするほど自分は絶対にそういう人間にはならないと自分自身の可能性を狭めていっているからです心の奥底では ああいうふうになりたいなぁと思っていても自分に許可を出すことができないでいるのです。そしてその矛盾した感情に苦しみ葛藤の毎日を送ることになってしまうのです。だからあなたには自分はどんな自分にもなってもいいという許可をいつでも出せるようになってほしいと思います。あなたはどんな自分にもなれるのです。だからやりたいことを素直にやっていってほしいと思います。 欲ししいいいものもの素直に求めて欲しいと思います。自分が望むことを自分に与える許可を自分自身で出せるようになっていってほしいと思います。今回もご視聴していただきありがとうございます。もしこの動画が誰かの役に立つと思ったらその人に教えてくれたら嬉しいです。チャンネル登録もお願いします。では素敵な一日を送っていきましょう。